今回もご視聴いただいてありがとうございます。まあ一部ご好評いただいているようなのでね、この雑談が今回もちょっと喋っていこうかなと思ってます。本当はねあんまりしたくないというか、すごくね自分の声入ってる動画を編集するのってね、なんかね照れるんですよ、恥ずかしいんですよ。でもまあ今回はねちょっとねこの動画上げててツイッターでご質問なんかをいただいたんでね、まあその方には直接ご回答させてもらったんですけど、こんな質問来ましたよっていう紹介も兼ねてちょっと喋ろうかなと思いました。まあちょっと動画にしますっていう評価をいただいてないんで、おおよその抜粋というかになりますけども、まあ、質問としては毎日違うものを書いてるんですか、前輪しようと思って書いてるんですかと。まあ私も前輪しようと思って書くんですけど、もうなかなか続かずに1画ぐらいで終わっちゃうなって、どうされてますかっていう質問でした。総前編は結構気使うんで、喋りながらっていうのは難しいですね。まあ、この質問をちょっと噛み砕いた言い方すると、一つの古典を集中してやるのがいいのか、それともいろんな古典を同時並行的にやっていくのがいいのか、どっちがいいんやろうっていうことですよね。悩みとしては、悩みというか質問としてはね、皆さんどう思いますか。まあこれも考え方は人それぞれやと思うんですけども、まあ、僕の考えとしては、まあいつも通りで申し訳ないんですけど、別にどっちでもいいと思います。すいませんね、いつもながら。絶対にこうやってね、言えたらいいんでしょうけど、本当にね、別にどっちでもいいと思ってるんですよね。どっちでもいいっていう言い方があれやったら、自分に合うやり方で勉強していったらいいというふうに思いますね。どうなってんやこれ。まあどうしたらいいかって迷った時はね、大体まあ世間一般で言われてるように、手段か目的かっていうのを整理し直したら分かりやすくなるんじゃないでしょうか。まあ時と場合によっては結果とかね、いくつか入れていってもいいと思いますけど、僕はこの動画においては全部書く、つまり前輪ですね、一つの古典を全部書く前輪は目的じゃないですね。手段と目的を整理すると、目的はまあ簡単に言うとうまいこと書けるようになりたい、目的ね、そのための手段として輪唱してるわけです。じゃあ前輪は何なのかっていうと、まあ、ただの結果ですよね。
ぱい臨床してたら前輪になった。今やってるのはそういうことです。もちろん前輪を目的にして書くこともないことはないんですけどね。それはあの有志で集まって年2回かな開催している前輪会っていう会があるんですけどね、みんなで個展を決めてそれを前輪して持ち寄って、でまあみんなの作品を見比べてねっていう会があるんですけど、その時はまあ正直じゃあの上手くなりたいっていう思いよりも、あ前輪しなあかんっていう思いで持っていってますね。まあ、その結果どういうことが起きてるかと言いますと、本当まああの前輪会メンバーには申し訳ないんですけどね、後半ちょっとねあのだらけてるというか、ああもうちょっとで終わりやっていう思いだけで書いてる部分があって、その新鮮な気持ちで古典を見て臨床できてるかって言われるとね、若干ね僕ねそういうのできないんですよね。前輪を目的とした場合は僕はまあそんな感じになってしまいます。でまあ毎日いろんなものを臨床するか、一つのものを集中してやるか、これはね別にあのどっちが優れてる優れてないじゃないですよね。どちらにも利点はあるし欠点はあるし、絶対どっちにせなあかんってことないですね。自分ができる方やったらいいと思います。例えばまあ一つのものをねずっと集中してやるっていう利点はもちろん一つの古典についてね深く見識を深められて、その筆法がね間違いなく身につくとか、まあ、ほんまにつくかどうかわかんないですけどとかいう感じするじゃないですか。まあ、欠点としてはあの僕みたいな人間はあの飽きるっていうね、なんか惰性に陥りやすい。だからまあ僕は毎日いろんなもの書いてるんですけどね。でまあじゃあ毎日いろんなもの書くのが本当になんか身につくのと、まあいろんなもんねつまみ食いしてって思われる方もいるかもしれませんけど、まあそういう言い方したらそう聞こえるかもしれないですけどね、あえてこうプラスな言い方するとすれば、いろんな古典をね比較できるわけじゃないですか、比べる。そのことによって あの古典はこういう特徴があったのかっていうことが分かりますよね。分かったらいいなと思ってるんですけど、どうでしょうか。何でも物は言いようやと思います。そもそもね、そんなどういう臨床の仕方をするかっていうもう一つ上の次元として、自分がまあ楽しく、まあ楽しくなくてもいいですけど、自分がちゃんと続けられるかっていうことの方が重要な位置にありますからね。なんか喋ってたら変な方が出ましたね。
たとえすごくいい方法があっても自分が続けられなかったら意味ないじゃないですか。世の中の多くの人は本当はそれ分かってると思うんですけどね。例えばあのダイエット方法とかね、多分世の中にあのダイエット方法いっぱいあると思うんですけど、どれもねちゃんとやったら多分ちゃんと痩せると思うんですよ。でもあの大体続かないじゃないですか。だから今度こそ続くんじゃないかと思ってね、新しいダイエット方法を試すみたいな、そんなもんじゃないですか。あの方法っていうの、目的さえ見失わなかったらいいんじゃないですかね。ちゃんと臨書する目的っていうものを考えて字を書くと、何が大事かってことですよね。ちなみによく聞かれるんでもここで言っておきますけど、去年僕があのうまいこと10キロ以上痩せたのは白米を雑穀米に変えたのと踏み台昇降運動ですね、多分それが効いたんじゃないでしょうか。僕にとってはそれがあの続けられるダイエット方法でした。そして僕にとって続けられる臨書方法は、もうとにかく飽きる前にもう次から次へといろんなものを書く、これですね。まあ臨書つながりでちょっと余談ですが、僕がこの先生めっちゃうまいなと思ってる先生の本を読んで、そこにねこんなことが書いてありました。なんか私が学生の頃、若い頃はひたすら米仏を勉強したと、米仏ばっかりやってた、今それがあの間違いじゃなかったと確信できるみたいなことがね書いてありましてね、おーすげえなと思うと同時に、ああ真似できひんなと思いましたけどね。そういうのも性格もあるでしょうからね。米仏はもちろん、まあ、古典の中ではかなり好きな方ですけど、それでももうこの1年間米仏しか書いたらあかんってなると、今のようには毎日書かないかもしれないですよね。その先生は一つのものを集中してじっくりと何回も何回も深く深くやれる方やったんでしょう。その方法は本当にいい方法やと思いますけども、少なくとも、ああそんな方法できひんからやらへんと思ってるよりは、自分のできる方法で毎日いろいろ勉強してる方がいいんじゃないかなと思いますね。というわけで今日のお話は終わりです。さあ次は何をお話ししましょうかね。ちょっともうほんまにネタがないんで、そして編集の時照れるんであんまり喋りたくないんですけど、また機会があったらお話しさせていただこうと思います。やっぱりきっちりした字の時に喋るのはなかなかしんどいですね。ありがとうございました。